スピークセオレガメは、陸ガメかセオレガメ属に分類されるカメ。アンゴラ、ケニア南部、コンゴ民主共和国南部、ザンビア、ジンバブエ、スワジランド、タンザニア北部及び西部、ブルンジ、ボツワナ北部及び東部、南アフリカ共和国北東部、モザンビーク西部最大高潮19.8センチメートル。オスよりもメスの方がやや大型になり、オスは、 最大でも高、高長18.1センチメートル。廃坑は扁平かやや扁平で、高長は、神高の1、2から1、3以上。廃坑は、上から見ると細長い。高乾板は細長い。C 乾板は、縦幅よりも横幅の方が長い。円乾板は、左右に12枚ずつあり、左右の、第12円乾板は融合する。円乾板は、 のこぎり状に尖らない。廃校の蝶蓋は発達し、円肝板だけでなくあばろ肝板にも蝶蓋がある。液化肝板は中型で左右に2枚ずつある。喉肝板はやや前方へ突出し、先端は廃校の前端よりもやや全部に達する。左右の喉肝板の横幅は左右の喉肝板の継ぎ目の長さの2倍未満。 左右の股看板の継ぎ目の長さは、左右の交換板の継ぎ目の長さよりも短い。復興の色彩は、黄色や高褐色で、放射状の暗色斑、暗色の筋模様や反転が入る個体が多い。甲板の継ぎ目周辺や初生甲板を除いて、復興の色彩が黒い個体もいる。頭部は、中型かやや大型。上顎の先端は、針状に尖るが、 魔紋する個体もいる。額を覆う鱗は1枚で、額板の全部を覆う鱗は左右に1枚ずつある。前肢の爪は5本で、後肢の爪は3から4本。後肢のかかとには大型鱗がない。頭部や四肢尾の色彩は褐色や暗褐色、肺褐色、単耗色と変異が大きく、四肢や尾は頭部よりも暗色になる個体もいる。卵は、 長径3.3から4.6センチメートル、短径2.8から3.4センチメートル。孵化直後の容体は、校長3から5センチメートル。容体は、C 看板にはほとんど発達しない筋状の盛り上がりがある。廃校の色彩は、単光色や黄色で、孵化直後から、あるパ板や外縁は黒や暗褐色。成長に伴いキールは消失し、 肺高の色彩も変化する。オスは、第4、C 甲板全部が、やや盛り上がる個体が多く、喉甲板が、より分厚く突出する。オスは、肺高の色彩が、高褐色で、初生甲板の暗色部が淡くなって消失することも、あり外縁は、高褐色になる。また、肺高全体が、高褐色や肺褐色になる個体もいる。メスは、 廃校の色彩が単行色や黄色で、初生甲板は黒や暗褐色で外縁に放射状の暗色藩が入る個体が多い。サバナ気候や温帯化雨気候で、主に標高200から千数百メートルにある草原などに生息し、低木やヤブが点在し岩が多いやや乾燥した環境を好む。中高生だが、夏季の高温時には日中を除いて活動することもある。 交宇治や交宇後に活発に活動する。岩の隙間や小動物の巣穴、蟻塚や岩の下などに掘った穴などを隠れ家にする。牡蠣や陶器になると、隠れ家の中で休眠する。植生は雑食で、植物、キノコ、昆虫、タッシ類、貝類などを食べた例がある。繁殖形態は卵生。分布域南部では、雨季の初めに交尾を行い、 オス同士では、喉乾板をぶつけて、相手を追い払ったりひっくり返して争う。分布域南部では11翌4月に、1回に2から6個の、卵を年に数回に分けて産む。卵は飼育下では、摂氏29度の環境下で2 2 0日で孵化した例がある。種商名スピーキーは、本種の模式標本となった個体を採集した、ジョン・ハニング・スピークへの懸命。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以前は、別種、ベルセオレガメとして販売されたり、ベルセオレガメに混じって流通することが多かった。テラリウムで飼育される。ありがとうございます。